そしらぬ顔をしてるけど明らかに無理してる。あの、用がないなら召喚は少し考え事をしたくて。いや、あるよ用事。何ですか？もう実行してる。ドロシー、俺に理由は言いたくないだろうけど、ちょっと落ち込んでるだろ。俺もそういう時あるよ。何せ別世界の人間だからさ、結構こっちの世界でぶつかる壁が多いんだ。別世界人の悩みっていうのかな、こっちのみんなに口で説明できないことで悩むこともある。それで疎外感を感じることも。でもそういう時、大抵こっちの友達が何も言わずに隣にいてくれたりするんだよ。そうされると最初はどっか行ってくれてもいいのにって思うんだけど、だんだんと。でも俺はそばにいてくれる仲間がいるんだなって、知らない世界にいるけど一人じゃないなって思えて元気になるんだ。アスナたちが来る前は特にそうだった。だからドロシーもそうなったらいいなと思って、今俺はここにいたい。もちろん話したくなったら言ってくれ。召喚は君と仲良くしないって言ったのに、そんな友達みたいなことするんですか？俺が勝手にやってる分にはいいだろう。あ、見ろドロシー、あの雲ちょっとカイナに見えないか？え？あれはほら、なだらかになっているところは顔で、螺旋を描いてるのはカイナの腹。あいつ自分は弱いっていうくせに、逃げるときは俺に腹をぶつけて吹っ飛ばすんだよな。弱かったらできないと思う。腹は強い、間違いないよ。ちょっと笑ってる？だって君が変なことを言うから。ここだけのお話、召喚もカイナン殿のお腹に吹っ飛ばされたことはあります。あの時は思わず転んでしまいました。ドロシーも